それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに説明があります。知事、よろしくお願いします。はい、まず平成27年国勢調査についてです。5年に一度の国勢調査が、来週9月10日から始まります。今回、から調査の効率化や回答者の負担軽減、利便性の向上を図るために、インターネットでの回答が可能になりました。9月10日から調査員が各世帯を訪問をし、オンライン調査の回答 ID を配布します。インターネットでの回答期限は9月の10日から9月20日までです。期間中はパソコン、タブレット、スマートフォンからいつでもどこからでも回答できますので、インターネット回答にご協力をよろしくお願いします。インターネットで回答されなかった世帯には9月26日以降、これまでと同様に調査員が紙の調査票を配布をいたします。調査票での回答は10月7日までです。府民の皆さんのご協力をよろしくお願いします。また国勢調査を装い、口座開設数や資産状況などの個人情報を聞き出す語り調査にご注意ください。府内では今年4月から8月末までにすでに18件発生をしています。国勢調査では貯蓄の状況や口座番号を聞くことはありません。不審な訪問者や不審な電話、メールだと思われた場合は回答せず、速やかにお住まいの市町村にお知らせをお願いします。9月の11日に JR 大阪駅時の広場で大阪府国勢調査のキックオフイベントを開催します。モズヤンのほか、ガンバ大阪の OB 長島昭弘さんとセレッソ大阪の OB 森島博明さんをゲストに迎えして、国勢調査の意義を PR するとともに、インターネットでの回答を呼びかけます。報道各社の皆さんには円滑な実施に向け、広報についてご協力をよろしくお願いします。次に大阪女性活躍推進会議の記念イベントについてです。本格的な人口減少社会が到来する中、女性の力を我が国の社会の活性化につなげるため、先月28日に女性活躍推進法が成立をいたしました。企業や国、自治体に女性の登用に向け数値目標の設定と公表が義務付けられました。今まさに国を挙げて女性の活躍を進めようとしています。大阪府においても、女性があらゆる分野で活躍できる社会の実現に向け、オール大阪で女性活躍推進の機運を盛り上げていくため、大阪女性活躍推進会議を今年の7月に新たに設置したところです。9月11日には厚生団体が一堂に会する記念イベントを実施をします。その場で女性が輝く大阪行動宣言を発表する予定です。宣言では、女性の力の発揮が元気な大阪の、実現の鍵となる、その実現を目指し、機運醸成や組織トップをはじめとした社会全体の意識改革などに各団体が連携して取り組んでいくという、行政、経済団体、大学とオール大阪での意気込みを発信をいたします。また当日は経済評論家の勝間和代さんを招いての女性活躍に向けて講演会も合わせて実施をいたします。本イベントへの参加は事前申し込みが必要ですので、前日の9月の10日18時までに申し込みをいただきお願いをいたします。女性活躍推進の機運を盛り上げるためにも、多くの人に参加をいただきたいと思っております。次に、大阪880万人訓練の実施です。先週の会見でも申し上げましたが、明日9月の4日、午前11時に大阪880万人訓練を実施をいたします。11時3分に緊急速報メール、府内の携帯電話やスマートフォンに発信をされます。府民の皆さんには、訓練でどのような行動をとるのか事前に考えて、訓練当日実行していただきたいと思います。府内市町村でも当日、防災無線の拡声器による放送や避難所の開設など、さまざまな連動訓練が実施をされます。ぜひこれらにも参加をし、災害への備えとしてください。私も訓練当日は忠岡町の小中学校での避難訓練に参加をいたします。小学4年生らと一緒に指定避難所の中学校まで避難をする予定です。僕から以上です。
本日の会見につきましては、会見項目に限りご質問を受けすることとさせていただきますので、ご了承ください。それでは最初に、林本松さん、よろしくお願いします。幹事社の毎日新聞です。よろしくお願いします。ですね、まず国勢調査なんですけれども、インターネットで回答が可能になったということなんですが、なりすましとかですね、その辺の懸念というのは あるんでしょうか。それとあと、まあ、それに対する対策というのは何か考えられているんでしょうか。これは本人が回答した後ですね、新しい、まあ、パスワードを設定しなければ送信できない、まあ、そのテクニカルな話です。そういうシステムになっているということです。これによりまして、第三者なりすまし等の不正なログインは防ぐことができる、こういうシステムになっております。次は2点目でですね、女性活躍推進法なんですけれども、女性の投与に向けたですね、数値目標というのは府として設定、されるのはいつ頃のご予定なんですかね。でまたどのようなその目標を設定されたいというふうにお考えでいらっしゃいますか。これまだ国の方からですね、策定指針というものができてないので、それをいただいて、それに基づいて検討をしていきたいと思っています。次が3点目なんですけれども、880万人訓練ですが、今年で4回目のようなんですけれども、府民に定着はしてきているというふうに知事はお考えでしょうか。それと、まあ、もし仮にですけれども、まあ、課題があるとすれば、もっとこうすればよくなるというのが知事の中で、お考えがあれば、お聞かせ願いたいんですけれども。これは定着はしてきていると、こう思います。でただまだ880万人全員に、この緊急速報メール、ご登録をいただけていないところもありますので、まあ、もうほぼこう携帯電話は皆さん所有されていると思ってますので、ぜひその防災、速報メールの、まあ、登録に応募を積極的にお願いしたいと思います。幹事社からは以上です。他に会見方法につきましてご質問ございますか。よろしいでしょうか。それではこれで定例記者会見を終了させていただきます。